ロッキー・ジョンソンは、カナダのバスコシア州出身のプロレスラー。少年は1941年、出身地はアメリカ合衆国ニューヨーク州、またはワシントン DC と紹介されることもあった。ソウルマンの異名を持つベビーフェイスの黒人スターとして、太平洋岸、南部、中西部、WWF など、アメリカ各地の主要テリトリーで活躍。 バネのある体から繰り出す華麗な空中殺法で人気を博し、ドロップキックの名手として知られた。義父はピーター・メイ・ビア、息子はプロレスラーで俳優のザ・ロック。2008年には WWE 殿堂に迎えられた。1964年にデビュー後、トロントのメープルリーフレスリング、カルガリーのスタンピードレスリング、バンクーバーのオールスターレスリングなど、 カナダ各地を転戦。バンクーバーでは1967年4月3日、ドンレオ・ジョナサンと組んで、クリストロスジョン・トロスを破り、NWA カナディアンタッグ王座を獲得、初退官を果たす。1969年11月には、トロントのメープルリーフガーデンにて、ビッグ・サカこと、坂口誠司とも対戦した。その後は、アメリカ西海岸のロサンゼルスに進出して、 1970年1月16日にグレートソロクから NWA アメリカスフェビー級王座を奪取。以降もフレッド・ブラッシーを相手にタイトルを争った。同年9月、日本プロレスに初来日し、第1回 NWA タッグリング戦にアーニー・ラットとの協力黒人コンビで出場。両者のサイズとファイトスタイルの相違点が、勝利法と通じていたことから、 黒い勝備法として優勝候補の筆頭と期待された。チームワークに難があり、決勝進出は果たせなかったものの、得意のドロップキックを武器に、スピーディーでキレのいいファイトを披露して、大会を盛り上げた。1971年からは、サンフランシスコを主戦場に、後にギフとなる、ピーター・メイビアとのタッグチームで活躍、パッド・パターソン、スーパースター・ビリー・グラハム、ザ・ブルート、 ラーズ・アンダーソンだと構想した。フェイスターン後のパターソンとはタックも組み、サンフランシスコ版の NWA 世界タッグ王座を再三獲得。1973年11月6日には、金字渋谷マササイトを破り、同王座への4回目の退官を果たした。1974年より、アメリカ南部に参戦、ジョージアでは、同年12月6日、 バディコルトから NWA ジョージアヘビー級王座をダッシュ。アブドー・ラザ・ブッチャーとも同王座をかけた黒人同士の構想を展開した。1975年はフロリダを主戦場に7月31日に JJ ディロンから NWA フロリダ TV 王座を同月及び12月23日にはボブループとカーティス・イヤウケアから NWA。 フロリダヘビー級王座をそれぞれダッシュしている。同年からは、セントルイスのキール・オーディトリアムの定期戦にも、再三出場して、ジャック・ブリスコの NWA 世界ヘビー級王座や、ハーリー・レースの NWA ミズーリヘビー級王座に、挑戦する一方、ディック・ザ・ブルーザーや、ウィルバー・スナイダーとタッグを組み、ニック・ボック・ウィンクル、ブラック・ジャック・ランザ、バロン・フォン・らしく、オックス・ベーカー。 バリアントブラザーズなど、アワやワウィのヒールとも対戦した。1976年は、テキサスの東部地区で活動。ダラスでは、ホセロザリオをパートナーに、3月3日に、スタン・ハンセンキラー・ブルックスから NWA、テキサス・タック・オーザをダッシュ。日本でアントニオ・イノキ対モハメド・アリの、異種格闘技戦が行われた6月25日には、ヒューストンでのクローズド・サーキット工業にて、 ジェリーファンクの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦している。同年はテネシーのミッドアメリカ地区にも参戦し、11月1日にメンフィスにてジェリーローラーを破り、NWA 南部ヘビー級王座を獲得した。1977年よりフロリダに戻り、同年4月にブルーノ・サンマルチノを破り、フロリダに乗り込んできたスーパースタービリー・グラハムの WWF ヘビー級王座に8月から9月にかけて連続挑戦。9月19日にはペドロ・モラレスと組んでパッド・パターソンイワン・コロフから NWA フロリダタッグ王座を奪取。1978年にかけては KKK ギミックのキラー・カール・コックスを相手に異婚試合を繰り広げ、テリー・ファンクからハーリーレースに移動した。 NWA 世界ヘビー級王座にも再三挑戦した。1980年1月、当時フロリダ地区との提携ルートを持っていた、新日本プロレス20年振りの再来日を果たす。1月6日の東京、フッサ大会にてアントニオ・イノキとのシングルマッチも実現したが、バッドニュース・アレンと組んでの北米タッグ王座挑戦を目前に控えた試合において、 ハンセンのウエスタンラリアットの誤爆を受け負傷し、翌日のタイトル戦を欠場。これが最後の来日となった。日本とも縁の深いアメリカのメジャーテリトリーで活躍したにも、かかわらず、売れっ子で多忙だったこともあり、来日回数はわずか2回と少なかった。1980年下期からは、ジムクロケットジュニア主催の NWA、ミッドアトランティック地区にて活動。 スイートエボニーダイヤモンドなる覆面レスラーに一時的に変身してマスクドスーパースターとマスクマン同士の構想を展開。一時的にフェイスターンしたスーパースターとはタッグを組み、リッキー・スティム・ボートやブラック・ジャック・マリガンとも共闘して、ジミー・スヌーカ、レイ・スティーブンス、ボビー・ダンカン、アイアン・シークなど、悪党マネージャーのジン・アンダーソン率いるヒール軍団と構想。 アメリカ再修行中の天竜健一郎やキムドクとも対戦した。1981年4月29日にはトーナメントの決勝でグレッグ・バレンタインを破り空位となっていた TBO 王座を獲得している。1982年は太平洋岸北西部のパシフィックノースウェスト・レスリングにてアイスマンキングパーソンズをパートナーにスタンス・スター・ジャック、バディ・ローズ、 マット・ボーン、デビット・シュルツ、ディジー・ホーガンだと構想。4月には、同地区をサーキットしていたリック・フレアーの NWA、世界ヘビー級王座に連続挑戦。7月15日には、リップ・オリバーから、NWA パシフィックのオス・ウェイスとヘビー級王座を、ダッシュした。1983年より、ニューヨークの WWF に参戦して、ドン・ブラコが保持していた。 インターコンチネンタルヘビー級王座に再三挑戦。同年8月より、トニー・アトラスとの黒人タッグチーム、ソウル・パトロールを結成、11月15日に、ワイルド・サモアンズから、WWF タッグ王座をダッシュしている。翌1984年に始まった、WWF の全米振興サーキットにおいても、同王座をめぐりディック・マードック アドリアン・アドニスのノース・サウス・コネクションと構想劇を展開した。同年には、ボボ・ブラジルとのタッグチームも実現、サモアンズや、ミスター・フジアンド・タイガー・チャン・リーと対戦している。WWF には、大阪・落語も1985年上期まで、ベテランのベビーフェイスとして出場し、ロディ・パイパー、ポール・オーン・ド・ーフ、カウボーイ、ボブ・オートン、ジェシー・ベンチュラ、ビッグ、ジョン・スタッド、 ケンパテラ、ニコライ・ボルコフ、アレックス・スミルノフ、アイアン・マイク・シャープなどのヒール勢と各地で対戦した。WWF 離脱後は、ギフ・ピーター・メイビアの未亡人リア・メイビアが再興した、ハワイのポリネシアン・パシフィック・レスリングにて、主力レスラー・ケンブッカーとして活動。1987年には、かつて主戦場の一つとしていた、テネシーのクアに登場し、7月6日に、 ビル・ダンディと組んで、ポール・ダイヤモンドパッド・田中のバッド・カンパニーから、クア・インターナショナル・タッグオーザを奪取。これが、現役最後の体感となり、以降は1990年代初頭まで、プエルトリコの WWC や、フルス・フロリダのインディー団体に、ゲスト出場していた。引退後は2003年上期に、WWE のファーム団体オベのトレーナーを、務めていた。 2008年3月には、ピーター・メービアと共に、WWE 殿堂に迎えられている。2020年1月15日、75歳で死去。ありがとうございます。